明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2022年ということでね、私今年寅年なんですよね。まあ年男って言うけど、で何回回ったんだろう、5回目ぐらいか。まあだからどうなんだって言われても大したことはないんですけども、まあ70過ぎたら急に体力落ちた感じがするんでね、昔ほど動けないかもしれないけども、まあ体とこう相談しながら、またあちこち皆さんにご挨拶しに参上したいと思います。よろしくね。